ですが、これまず皆さんには私が海外に行ってきた時に撮ってきた記念写真の一部をご紹介したいと思います。まずこちら。これはアメリカのラスベガスに行った時の写真でして、この後ろのピラミッド型のがホテルですね。まあ、有名な場所なんでご存知の方も多いかもしれないですが、次が中国です。もっと環境の厳しいところにも行ったことがありまして、次がチュニジアの砂漠です。次がニュージーランド。で最後にお見せするのがニューヨークにあります、あのニューヨークのある研究施設の写真です。これがニューヨークだっていうのは、外へ出て少し歩くと有名なこんな像が立ってたんで、多分ニューヨークじゃないかなと思うんですが、ニューヨークです。とここまで見ていただいて、実はこれ写真作り物なんじゃないかと疑ってる人、あんまり疑い深い人ですね。そういう方のために今日は確かにいろんなところに行ったという証拠の品がもう一つあります。これはあのマッチなんですけども、各商品で泊まったホテルから記念に一つずつ持ってきたマッチなんです。それがこれだけ溜まった、そういうことなんですけども、で一つ最近行ったホテルでうっかり持ち帰ってきてしまったものがありまして、こちらなんですけど、ルームキーなんですよ。で帰国してから気がついたものですから非常に慌てまして、連絡を取ろうと思ったんですけれども、どこを見ても連絡先が書いてないんですよ。で一つ思い出したのが、マッチには大抵ホテルの連絡先が書いてあるんです。ちょっと一つ取っていただきます。あげますね。あのどれもホテルの名前と連絡先書いてあるんですよね。それなんてホテルですか？レイズロードサイド。それがチュニジア行った時に泊まったそれからパリ、あややこしいですけど、それニューヨークのそれはゲイトウェイ、それニュージーランドですね。でいろいろ行ってるってことです。そこで今日はお客様にはこのカードキーとぴったり一致するのをこの中から1回で選んでいただきます。いいですか？指を鳴らしたら1つこれだと思うので選んでください思ったんですけど、この前見て選んでいただくと、やはり目立つ色とかお好きな色に手が吸い寄せられる可能性がありますから、今日はここで見ずに選んでいただきます。またあちら向いていただきます。でここに置きますから、手だけ伸ばしていただいて、で一つからまず取っていただきたいんですけど、そんな感じ。あそしたらですね、あの一つかみ一回練習して落としてください。でもう一度また掴んでください。でやっていただくと分かると思うんですけれども、どれか特定の一つしか選べないようになっているわけじゃないんですね。いろんなマッチが。では本番です。下に。じゃあもう一度今度は私が手を叩きますから、音が聞こえたら一つ掴んでください。かなり掴みましたね。ではもう一度手を叩きます。そうしましたら、今度は手からマッチを落としていただいて、1個だけ残して、残りは全部落としていただきます。1個だけ掴んでます。では、これ一つ掴みます。こちらも見ていただいて、ホテルの名前書いてありますよね。リバーサイド。そして、私のこちらも。